り合いが来るなんてことは。もう驚かんぞ。よし、あの二人は帰ったみたいね。りっちゃん、うるかちゃん、せっかく誘ってくれたのにごめんね。でも下着だけは一人でゆっくり選びたい派なの。というか分かって、二人と一緒に下着を選ぶとか、それも拷問の域なんだよ。そんなわけで今日はお一人様で思いっきり気兼ねなく。あのすみません、これとそれとあれの A サイズ試してみてもいいですか？これと同じのの B サイズと一応 C も試してみていいですか？あー、いや、サイズはいつも A なんですけどね。もしかしたら、もしかしたら大きくなってるかもしれないし、人として常に可能性は追求すべきかなって。よし、頑張れ私の可能性。ごめん、なりゆきくん、お店見ててくれてありがとう。娘実家に預けてきたよ。それ一人じゃ脱げないから大変だったでしょう。やっぱ A でした。これください。神は死んだよ、ゆいがくん。フラジ、まずは話を。うわ、目が死んでる。しっかりしろー。